すいません、はい、この辺りに、はい、居酒屋の和立屋さんっていうのがあるのを聞いたんですけど、はい、ご存知ですか？あ、それ、あの、私、和立屋の店主です。あ、そうなんですね。そうです。あ、すいません、はい、今何やってらっしゃるんですか？今、あの、じゃがいもの収穫を、こちらは和立屋さんの畑なんですか？はい、そうです、私の畑で、こう今日はあのじゃがいもを取ってこれをお店に出そうと。あ、お店で出す畑っていうことなんですね。はい、そうですね。お店の野菜はこちらで出荷、はい、まあ、全部じゃないですけど一応それを目指してるというか、はい、いろんな野菜を作ってお店で出す。あの鶏は何なんですか？これはあのお店で出す卵を、まあ、メス、全部メスですけど、はい、メスの鶏を飼って、はい、あ、うちの卵料理とかに出す。あ、じゃあ卵も自給されてるって感じなんですね。そうですね、はい、ちょっとこの後、はい、お店に案内していただいてもよろしいですか？あ、わかりました。話して逃げていかないんですか？あ、大丈夫です。ないてる。あ、こっち卵産んでるんですよ。本当だ、はい、こういう感じ。うわさわさわさって言ってますよ。私は慣れてるから。なんていう種類なんですか？これ、ポリスブラウンっていう、あの、まあ、本当に卵をやるためのウコッケとか毎日、これが下ウコッケなんですけど、はい、ウコッケは毎日産まないんですよ。へー。こっちは比較的年間相当産むんで。下はウコッケなんですか？下は最初ウコッケを飼ってたんですよ。はい、でもウコッケ、あの、まあ卵高いっていうのもあるのも、まあ、そうなんですけど、はい、あまり産まないんでその店で使うに間に合わないんですよね、卵として。え、全部自足なんですか？そういうわけじゃないですよね。今卵はもう5月からは1回も買ってないです。匂いから気をつけて。気をつけ物ないけど。下がウコッケ。ウコッケは出さないんですか？出します。ただこれ出す、一緒に出すといじめられちゃうんで、ウコッケが。あ、そうなんですね。はい、強いんですよね、このこれは。面白い。餌の時間だ。でこう餌あげてる間に、はい、あの小屋掃除したりして。なるほどね。でここからこっちに入れて勝手に、あとはこの雑草とかを食べてくれるってことですか？あ、そうですね、はい、害虫とか。ナス今年300個ぐらい狙ってる。うちにピーマン類があって、ちょっともうナスも軽くできてるんですよ、ちっちゃいのが。そうですね。もっとでかくなっ、もっと木がっていうかでかくなったり、うん、これからですね。これは何しますか、ナスは？まあ天ぷらとかとね、あの、あと炒め物だったり、焼いて煮出しとか。玉ねぎは全部割ったんですよ。あ、そうなんですね。
それはもう抜いて、はい、まあ3、4週間ぐらいしたらこんなになっちゃうんで、もう一回今度耕運機をこういうのかけ直して、耕運機そこに入ってるんですけど、はい、それを本当はやりたいなと思ってる次第なんで。でその後どうするんですか。また今度、まあ、ちょっと綺麗に整地して次落花生を植える。ちっちゃい育苗っていうかこうプランターみたいなの作ってるんですよ、次の苗を。ああ、これはトウモロコシ、トウモロコシの苗を種から植えて、これ全部落花生です。ちょっと芽が出てきてます、ね、そうですね、ちょっとピーナッツみたいなのが出てくるんですね。あ、そうです、はい、まあ、こういう種を買って、うん、これがズッキーニ、それ左側キュウリです。これがキュウリですね、はい。夢じゃないから、これヤーコンってやつなんですけど、ここに秋ぐらい出てくるんですけど、ヤーコン、さつまいもみたいなやつなんですけどね。でこれ実はこれ全部ずっと一周ニラが植わってるんですよ、ちょっと雑草と混在しちゃってるから、なるほどね。ニラ玉とかこういうので、うん、全部卵からニラまで全てそうそうそうシマラッキョウですか。ラッキョウ、エシャレットって言うのかな、まあ、エシャレットも作ってるんですけど、まあ、これちょっと見栄え良くないけどこんな感じなんですか。なんかこんなの食べたことないですかね。あ、はいはいはい、嘘つけ食べるようなやつ、はい、へー、何だってんだ。これはモロヘイヤですね。まあ、まだちっちゃいからあれですけど、オカワカメ万能ネギ、うち、これ全部これ。じゃがいも今もう収穫するんですけど、はい、来年にはここには植えられないんですよ。そうなん、なんでですか。あのじゃがいもってナス科っていう、何々科っていろいろあるんですけど、はい、ナス科っていう、種類なんですけど、ナス科はまた違う、来年は違う科のやつを植えなきゃいけないんですよね。連作障害っていうのがあって病気になっちゃう。へ、それをやっぱりちょっと畑をやってあの勉強したなっていうか、じゃあやみくもに植えればいい、毎年同じものを植えればいいってことじゃないですか、ね、ちょっとずらしていったりいろいろ、なんか楽しい家族計画みたいな畑の方からお店の方に案内していただいたので、改めまして、はじめまして、こんにちは。改めてお名前をお伺いしてよろしいですか。はい、竹内智之です。お店の名前は何て言うんですか。和田千屋と言います。お店の名前の由来をお伺いしてもよろしいですか。まあ、サザンオールスターズが好きで、はい、サザンオールスターズの曲希望の和立という曲がありまして、はい、まあ、そこからその和立や和立という文字で何々やっていうのをつけたことなんで、エリーじゃないんですよ。あ、エリーではない、エリーやんなっていうか、それ分かんないことになっちゃうから、はい、お店が開店したのはいつですか。2015年の1月ですね。
で今8年目、そうです9年目ぐらい、9年目かな、はい、たけさんって呼んでも大丈夫ですか？ああ、です。ちなみにお客様からは何て呼ばれてるんですか？竹坊。竹坊。竹坊ちょっとあるので、じゃあ竹さんで。あ、まあ、はい。竹さんの経歴を教えていただいてよろしいですか？はい。高校を卒業して、調理専門学校に、服部栄養専門学校というのなんですけど、それ1年間行って卒業して、はい、19ぐらいか。からずっと都内の方で、割烹料理屋だったりとか、創作料理とか、20年ぐらいかな、修行してました。そうなんですね、はい、じゃあ20年間、はい、修行した後に、はい、独立したっていう感じですね。そうですね、はい。ちなみにこの場所を選ばれた理由っていうのは、はい、地元なんですけども。あ、そうなんですね、はい。まあ、ここのお客さんだったんです、常連さんだったんですけども、あの先代のお店っていうかな、はい、名前は変わりましたけど、はい、はい、で、まあ、ご高齢だから、はい、引退したい、辞めたいと、うん、でやってここでやってみないかっていうことで、そういう流れなんですか、ね、はい、はい。お店のコンセプトとか、はい、そういうのをお伺いしてよろしいですか？まあ、釣ってきた魚とか、あと自分で育ててる野菜とか、自分で鶏を飼って、でその卵で卵料理作ったりとかを、極力自給自足っていうのかな、で、まあ、安心安全なものを一応心がけています。竹さん自体も魚釣りは好きなんですか？はい、そうですね、はい。どんな釣りをやられるんですか？タチウオとかカワハギとか、青物とかですね、はい。表に釣りクラブっていうのがあるんですけど、はいはい、あれはどういう形なんですか？あれは、私の同級生が、釣り好きで、はい、で、まあ、一緒に釣り行ったりして、はい、で、じゃあそれをお店で食べてるうちに、まあ、釣りクラブみたいなの作ろうっていう感じになって、はい、で、まあ、じゃあ会長やってよって同級生だからやってよと、ちょっとお店あるから、はい、そしてうちにこう人数が増えていったっていう感じで、今な結構な人数いますけど、はい、そうなんですね、はい。クラブの会員が、はい、釣ってきた魚を持ってきたり、はい、一般のお客さんが持ち込んだりしても大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい。お店の方にお電話いただけたら、はい、まあ前日っていうか当日でも大丈夫ですけど、はい、さばいて、はい、お料理したり、お持ち帰りになったりとか、はい、で基本的にさばくのは無料でさばいていただけるんですか？あ、そうですね、さばくのは別にお金はいただかないんですけど、はい、まあちょっと少しお魚をいただけてたら、ウィンウィンでできるかなっていう商売の仕方というか、はい。でその釣った、例えば自分が今日何々釣ってきて、はい、持ってきて、はい、何々してほしいはい、とかリクエストすれば、はい、それは全然やってくれる。何でもっていく大丈夫です、はい、何でもやります。マグロとかでも大丈夫ですか？マグロでも、はい、クジラ以外別にハゼでも大丈夫です、はい。なんか先日はウナギを持ち込まれた方がいた。あ、そうですね、ウナギが来たりマグロが来たり。おすすめの料理などお伺いしてよろしいですか？はい、まあ、釣ってきたお魚とか、あとその自分の畑で育てている野菜、例えば天ぷらとか、あとは卵料理、まあ、うちの店の結構売ってる明太チーズだし巻き卵っていうのとかはもうそのわだちやファームの卵を使ってて、肉はまあ鳥とかはちょっと無理ですけど、冬場とかになるとちょっと狩猟もやってますので、イノシシとかカモとかキジとか入ることもあります。たくさんが撃ってくることですか？みたいな、まあね、私の仲間たちというか、はい、釣りみたいに、みたいに肉を持ち込まれてくるんですか？そうです、はい、持ち込まれてイノシシさばいたり、はい、イノシシもたけさんがさばくんですか？さばくのはできます、はい、はい、鹿も、鴨も
酒の方はどうですか？引き酒酒という資格を持ってまして、まあ、日本酒の種類をいろいろ揃えておりまして、まあ、飲みやすいお酒から高級なお酒までいろいろ揃えておりまして、まあ、みんなで楽しく飲めればいいかなと思ってます。じゃあ最後に、はい、お客様に向けて何か、はい、たくさんからありますか？はい、まあ、うちのそういった、釣ってきた魚とか、野菜とか卵とかはやっぱりちょっとどこにも負けないような自負がありますので、ぜひ、美味しいお魚召し上がりに来て楽しいひとときを過ごしてください。マグロ6本とナッシー1匹の海賊さん怒られますよね、これ俺は入ってないダメですね。おかしいですね、入りたいと思う築地に来たでいいよ。一般的にはもっと大騒ぎで、うん、なんか紹介したりも、うん、悪くはなってない、うん、限られちゃいますね、やってくれる、うん、これ、こんな感じの防衛の会できてるの、うん、もうやめねえ、あ、やめねえ最初できてたんですか？これも2回くらい来てるけど、うん、うちの会社の子がね、ここじゃないな、こんなのが来たりって言ってるんだけど、うん、もう全然こんなの子じゃないよ、うん、まだ始まって10分ぐらいしか経ってないですよね。始まって10分ぐらいです。さっき5分で1本だったんです、はい、ペース落ちてますか？ペース落ちてますね、確実に落ちてる。酒が足んねえな。